エステル、帰っちゃうんだね。あんた、これでいいの？選ぶのは俺じゃないだろ。そりゃそうだけど。それより、ここはどこなんだ？新興都市ヘリオードだよ。位置的にはトリム港とダングレストって町の間だね。まだ作られて間もない新しい町なんだ。この道を東に行けば、さっき言ったカルボクラム、西に抜けて西北方向に行くとダングレストだよ。少し町の中も見て回るか。私は好きにさせてもらうわ。僕はどうしようかな。なんだご両人、やっぱいたのかよ。ユーリ、殿下に対して少し口の利き方が失礼だ。せっかくご厚意で君の罪を全部白紙にしてくださったのに。いいんですよフレン、私とエステリーゼで勝手にやったことですから。エステリーゼ様のことはもう聞いてるみたいだな。ああ、ユーリと一緒にいる方がエステリーゼ様のためになると思ったんだが。皇族がむやみに出歩くものではありませんからね。それあんたが言っても説得力ねえよ。面目ないけど、特に今は皇族の問題を表沙汰にする時期ではありません。その問題ってのは、あんたと姫様どっちが次期皇帝かってことだよな。今は意見が二つに分かれ、騎士団と評議会で揉めています。殿下、ここまで分かっていて今さら隠せるものでもないよ。騎士団は私を次の皇帝にとしてくれています。エステリーゼは評議会の後ろ盾を受けています。本当にお姫様なんだな。ええ、遠縁ではありますが、エステリーゼは間違いなく皇族です。そりゃ騎士団も大変だな。競争相手とはいえ、お姫様の身辺警護に手を抜くわけにもいかねえし。ユーリ、これはその俺の知り合いにこんな情報欲しがる変人いねえよ。じゃ俺このまま宿屋で休んでくっから。